アトフさんはホルさんに携帯をかけます。リンリン。はい、もしもし、ホルです。あ、ホルさん、アトフです。元気ですか？はい、元気です。今週末は忙しいですか？金曜日はちょっと、でも土曜日に日曜日は暇ですよ。あ、そうですか。金曜日は難しいテストがありますから、土曜日と日曜日に日本に行きませんか？いいアイデアですね。誰と言いましょうか？ペラーザさんとマコリンさんも行きますか？行きますよ。いいですよ。日本に行きましょう。じゃあまた。じゃあまた。お腹が空きましたよ。ヘッドさん、寿司を食べたことがありますか？いえ、ありません。本当ですか？じゃあ、一緒にレストランに行って寿司を食べましょう。でも、私は寿司は好きじゃないんです。ですね、私は寿司にします。ホルさん、何にしますか？天ぷらにします。ハイトブさんも天ぷらにしますか？いえ、僕は食べたことがないから、寿司にしますよ。マクリーさんは？和食はあまり食べないんです。ハンバーガーを食べたです。ご注文は？はい、寿司を2つと天ぷらを1つとハンバーガーを1つとお願いします。はい、かしこまりました。おいしい食べ物でしたね。はい、今から富士山に登りませんか？いいですよ。僕は疲れましたよ。富士山はとても高いんですね。ちょっと待って、そこにラッサーパンダ買いますよ。見てください。ちょっと待って、ちょっと待って。アメリカに帰ります。月曜日の日本の授業。おはようございます。週末はどうでしたか？友達と飛行機で日本に行って、ご飯を食べて、富士山に登って、レッサーパンダを会いたいんです。あ、そうですか。面白い週末でしたね。ペドローザさんはどこにいるんですか？富士山にいます。レッサーパンダは一番好きな友達なんです。